特集です。高知市の5歳の女の子が去年英検準2級に合格しました。およそ100分試験に向き合うことや長文読解など、英語が好きなだけでは到底乗り切れない英検の試験、5歳の彼女が合格できた理由を探ります。あ、こんにちは。 Welcome to my house。 いや、かわいい。早速英語でチャーミングに出迎えてくれました。よろしくお願いします。松下真奈ちゃんは2017年6月9日生まれの現在5歳7ヶ月。人形のメルちゃんが大好きで、丁寧に髪を溶かしたりままごとをしたりと大切にしています。最近のお気に入りは子供用のデジタルカメラ。私たちスタッフのこともたくさん撮影してくれました。納豆が好き。納豆臭くないの？うん、臭くないよ。天真爛漫な笑顔を見せてくれるマナちゃんですが、ひとたび英語に向き合うと5歳とは思えない顔を覗かせます。Today, more and more companies are beginning internship programs. During internships, students have the chanceto work at a company for about 2 weeks. さらさらと流暢に英文を読んでいきます。ちなみに読んでいるのは学生などが社会に出る前に仕事の場を体験するインターンシップについての英文でした。まなちゃん、この上にあるのは何これ？5級、4級、3級、準2級の試験が受かりましたよっていうことか。そう。すごい。もうずらっとここからここまでは去年1年間で撮ってますからね。実はマナちゃん、去年1年間で英検の4級、3級、準2級を受験して全てストレート合格しているんです。マナちゃんが英語を始めたのは2歳の頃、キッズスクールに通って遊びながら少しずつ英語に触れてきました。英語ができるとやっぱり海外旅行行っても楽しいし、あとは海外に友達ができても楽しいし、まあ、人生がこう楽しく豊かになるかなという気持ちがあるので、まあ、英語はできてほしいなと、まあ、親が全然できないので、はい、できてほしいなという思いから、まあ、そうすると意外と耳が小さい頃からいいのか、あとはやりたいっていう気持ちがあって。どうして英語好きなの？だってさ、楽しい。本当？英語やっててどんなところが楽しい？なんかハワイとか行ける。そっか、ハワイとか行きたいんだ。ハワイって何しようね。アイス食べる。5歳のマナちゃんが英検準2級に合格した理由、一つ目が耳の良さです。マナちゃん、聞いた英語をそのまま発音する、いわゆる耳コピができちゃうんです。現在英語は週に2回クモンの教室で学んでいます。実はこのクモンでも通い始めた当初から驚異的だったそうです。スタートラインを決めるためテストをしてみたところ、3歳で小学校高学年の問題を難なくクリアしてしまったのです。そして今マナちゃんが取り組んでいるのは中学卒業から高校レベルの教材。英語は上手に書けていますが、日本語の文字のたどたどしさに5歳という年齢が感じられます。真剣にテキストに向かうマナちゃんの手元を見てみると、なんと短い鉛筆。5歳のマナちゃんが英検準2級に合格した2つ目の理由、それが何でも最後まで使い切る、やりきることです。とはいえ準2級というと高校教材以上のレベル。一次試験は75分間の筆記におよそ25分のリスニング、長文読解もあり、中には環境問題や歴史、自身の意見を述べるものもあります。で、特に今のは、まあ、完璧主義なのか、全部自分でやりたいと、全部自分で言いたい、
全部完璧に最後まで言いたかったって言って泣くんです。でも時間との戦いがあるから、まあ、こういうふうにしたらどうって言っても泣く。じゃあもう、まあ、喧嘩になったりとかして、であと、まあ、あまりにも難しすぎて、まあ、親としてこんなに難しいのをようにさせてもいいのかっていう葛藤がすごく実は準2級の時はあったんですよ。時計の読めないマナちゃんのため専用の時計を用意したり、時間の感覚を身につけるため父浩平さんが作った問題集を繰り返し解いたり、また2人の先生に個人レッスンに来てもらって英語での面接の練習など徹底的に英検対策をしました。こうした周りのサポートも英検合格の理由です。しかしまだまだ5歳、時には眠たくなったり気分が乗らなかったりすることだってあります。英検の2週間ぐらい前にもうやめようかっていうことに一旦なったんですよ、はい、それを聞いてたマナがもうパッと後ろ振り向いて、いやマナは受けたいと、だって受けてみんと分からんやんかって言ったんですよ。それでまあ主人と、はい、あの夫と2人で、でじゃあもうやるんだったら頑張れるっていうことをマナに聞いたら、もう頑張るっていうことだったから、もう泣いたり笑ったり、もう当日まで泣いたり笑ったりしながら、でもよく頑張ったと思います本当に。マナちゃんへの合格発表はいつも行きつけのレストランでサプライズで行っています。合格おめでとう。おめでとうマナ、準2級合格したよ今日。こういったご褒美もマナちゃんのやる気の源です。すごいね、5歳5ヶ月。そして次に目指すのは2級。それに向けて最近オンラインの英会話レッスンも始めたマナちゃん、今年5月から6月にかけて挑戦する予定です。2級は準2級と比べて400語ほど単語も増えて、ビジネス用語や政治的な意見を述べるなどさらにぐっとレベルが上がります。でも大人でも困ってしまうような質問には5歳のマナちゃんならではの必殺技があります。 I don't know because I'm only 5 years old。 マナちゃんの英語が楽しいという気持ちを大切に両親は見守っています。試験の時緊張しない？緊張しない。どうして？どうして緊張しないんだろう？だって楽しそうだもん。5歳の少女の快進撃はどこまで続くのか。ハワイでアイスクリームを食べることを目標に、マナちゃんはまだまだ英検に挑んでいきます。英検2級頑張るぞ。あー